皆さんこんにちは。今日は東京ビッグサイトのカフェレスに来ております。で、弊社もですね、少し小さなブースではあるんですが、このような形で今回出店をさせていただいております。ほぼフルオートでも使えるようなこういった焙煎機も今回は展示をしているわけなんですが、このフランケという今回全自動のマシンなんですが、本社の営業部の松本がこれを主に担当しておりますので、ちょっと松本にこれからですね、どういうことができるのか、どういったクオリティのコーヒーが出てくるのかというのをちょっとぜひですね、ここで一緒にシェアできればと思うので、紹介をお願いします。じゃあ改めまして、本社の松本です。紹介お願いします。はい、第一電化社本社営業部の店長をやっております松本です。よろしくお願いします。豆の OEM とかもいろいろ担当している、はい、結構 B2B 系の窓口になっているのが、本社の営業の松本です。これまずタッチパネルになってるんですね。タッチパネルですね。ここで今ちょっとメニュー数絞ってるんで あんまないんですけど、100種類ぐらい、はい、登録は可能です。なるほど。で、アイスコーヒーと、アイスコーヒーはこれは氷があればできるんですか？氷があればできます。カップに氷を入れてもらって、ここに置いてもらったらアイスコーヒーができるっていう形です。で、この全自動マシンのなんかすごいところとかあるんですか？これはすごいところで言うと、単純にこのマシンとしてのクオリティが高い、マシンとしてのクオリティが高い、はい、あるので、フランケっていうメーカーなんですけど、はい、これの A300 っていうマシン で大きくなっていったら A400 とか A600 とかなっていくんですけど、このマシンはちょっと最低限できるマシンっていうイメージでして、で A600 っていうやつだったらもっとミルクのクオリティが高くて、もう普通のバリスタがスチームしたんじゃないかっていうぐらい、かなりきめの細かいミルクを作ることができます。ちなみにこれで大体ざっくりおいくらぐらいですか？100万ちょいぐらいです。じゃあ一番手軽に買いやすい全自動マシン。そうです。なんか毎日調整とかしないといけないんですか？毎日調整しなくて大丈夫です。通常であればマシン下ろしただけなんですけど、はい、弊社でいうとコーヒー豆も販売しているので、弊社の豆を使っていただいたら、使いたいメニュー言ってもらったら、それの味調整とかも全部します。買ったら松本が一緒についてくる。松本がついてきます、はい、おまけで松本がついてきます私たちももちろんセミオートマシンでも毎日調整はするんですけども、結局全自動だから勝手に全部機械がやってくれるってことじゃなくて、要は人がある程度手を加えないと全自動でも美味しくならない。そうです。っていうことですか？なんならセミオートよりも、はい、いじれる場所多いんですよ。その設定できるところが多いんで、正直セミオートよりも設定めっちゃ難しいです。これも美味しくやろうと思ったらコーヒーの知識がないと全然できないです。引き目とかそういうのが関係してくるってことですか？そうです。全自動だから簡単ってちょっと思いがちで、私も今そういうふうに思ってたんですけど、そうでもないっていう。お客様が最終的に使うのは簡単ですよ、はい、ですけどその設定するのはむっちゃ難しいですね。なるほど。ちょっと話ばっかりで前なんで、一回ブラックコーヒーとラテを入れていただいていいですか？はい。ちょっとこれ私もちゃんと飲んだことないので、普通にボタンピッと押したら、後ろで今豆を引いてる音がしてると思うんですけど、その場で豆を引いて中で抽出してくれます。おー、出てきましたね。どうですかこれ、ちゃんとクレマ出てますね。ちゃんとクレマ出ます。全自動だとなんかクレマもあんま出ないようなイメージがあると思うんですけど、このマシンはしっかりと抽出もしてくれますし、やっぱりコーヒー豆の選定だったりとか、そのレシピの作り方で大きく味が変わるんですよね。ちゃんとクレマも残るような設定で今してます。これ今やっぱ抽出方式としてはアメリカーノというよりかはルンゴ、どっちかというとルンゴですね。なるほど。この A300 はルンゴしかできないんですよ。あ、それ以上のやつはアメリカーノでいきます。詳しい方はお分かりだと思うんですけども、ルンゴってこう抽出時間、ずっとエスプレッソ抽出し続ける構造なので、どうしてもこう嫌な味っていうのがちょっと出たりっていう可能性が、ある、その代わりこう力強さは出るんですけども、それを、この上のクラスだとアメリカーノに変えることができる。そうです。なので美味しいエスプレッソの状態のところにお湯を加水するので、よりこうクリーンで綺麗な味のコーヒーができやすいってことですよね。はい、これ熱いので先にラテも入れてもらっていいですか？ちょっと今これ飲むとやけどしそうなのでホットラテに関して言うと、さっきみたいなこのルンゴタイプじゃなくて、普通にエスプレッソで止めてミルクを作っていくので、えぐみみたいなのは出にくいですね。これでも本当ワンボタンで全てできるっていうところは手軽ですね。これは
今回でいうと実は牛乳使ってないんですよ。お、牛乳じゃないですか。あ、牛乳でいきました。これはね、これは粉ミルクです。粉ミルク、はい、なんか粉ミルクってあんまりいいイメージないんですよ。あんまりいいイメージないですね。ですけどこれはね、まあ、飲んでみてもらったら分かりますけど、あのすごく美味しいです。え、ちょっとカメラ見えますかね。 これですよ。これです、これですよ。そうです。すごい白いちょっと怪しい粉ですけどもこれが粉ミルク。そうです。え、これで、え、アイスラテだとこれどうなるんですか。アイスラテもこれで溶かして使うんですね。そうです。今ここに粉ミルク入れてますけど、はい、あのココアであったりとか抹茶ラテの素みたいなのがあるんですけど、そういうのを入れてもらったらそういうメニューも作れます。ちなみにここがコーヒー豆のホッパー、はい、そうです。後ろがコーヒー豆2種類入れれるんで。あ、じゃあ2つ種類変えられる、はい、ってことなんですね、はい。だから一つの味じゃなくて極端に言うとこっちが浅いり入れでも、あ、そうそうそう、まあまあ美味しいかもしれないことですよね、はい。そういうのもできますし、そんな使い方しないですけど、例えば途中でこっちとこっちをブレンドしたりとかもできます、はい。なるほどなるほど。ってことはここは要は今粉ミルクとこっちに例えば抹茶とか入れたら抹茶ラテも作れちゃう。そうです。ああ、じゃあ結構この1台でいろいろ作れるんですね。割と何でもできるんですね、はい。なるほど。この上のランクになってくると、はい、シロップも入れれます。あ、シロップ、そう、シロップも横につけれるんでしたっけ。そうです。なんかその専用のやつがあるんですけど、はい、それを買っていただいたらキャラメルラテとか、はいはい、そういうのも作れます。なのでまあ 2,3 種類、そしたらフレーバーラテの種類も増やせる、はい、ミルクに溶かしたそういうなんか、まあ、コーヒー以外のものも作れるか、そう、作れるそうですよね、はい。ラテからいただきます。あ、思ったよりちゃんとラテの味ですよ。え、これすごいですね、うん。まあ、そのフォームのクオリティももちろんそのプロのバリスタが作ったフォームに比べるとやっぱり平均点としては下がりますけど、こうなんか洗い合わさえ消せば、こうやって叩いて消せばすごいすごい綺麗なフォームですよ。これででも100万円ぐらいだったらなんかすごい全然ありです、ね、ありですね。もちろんあの普通の牛乳で入れることもできますし、どっちでもできるって感じですね。あんまり普通の牛乳との違いを今感じないですね、これ飲んだ感じだと。ちょっとじゃブラックコーヒーも、はい、はい、ちょっと熱いんで冷ましてくれる、はい、はい。じゃあこれもいただきます。あー、パンチがありますね。パンときますね。でもちゃんとフルーティーさも、これ山の目焙煎所の、まあ、弊社の自家焙煎のブランドですよね、はい。そうです、はい。社内ではあの全自動ブレンドって言ってるんですけど全自動にで使って入れても美味しく入れれるブレンドですね。それはなんかどう、これでもなんかもっと言い方悪いんですけど、もっとなんか変な味のコーヒーが出てくるんじゃないかと思ったんですよ。しかもルンゴだから。でもすごいフルーティーな酸も残っているし、すごい美味しいなって思ったんです。これ どういう意図のブレンドなんですか。その全自動どういう意図で構成したと。全自動ってめっちゃざっくり言うとちょっと味出にくいんですね。通常のセミオートで入れるよりかはあの味がぼやけやすいし、えぐみであったりとかも結構出やすいので、はい、それをまあ補うためにちょっとだけ通常より深めに焼いてるんですけど、あ、まあ、中深ぐらいなんでそんなめちゃくちゃ深くはないですけど、はい。まあ、そこまで、まあね、一般的な入り方で言うと、まあ、まあまあ中深入りですよね。そこまですごい油が回ってる感じでもないですね。その香りの強いやつをメインで入れて、でそれをあのバランス取っていくような、でブラジルが入ってたりとかコロンビアとかでそのコーヒーのボディ感とかを追加していって、はい、でエチオピアと雲南のそのフルーティーさとかその酸味とかをちょっとバランス取っているようなイメージですね。なるほどなるほど。結構その飲んだ時のフルーティーさがバンとこう今来る感じがあって、この後味にちょっとだけこう渋さっていうのはもちろんこれ仕方ないと思うんですけど、これは若干ありますけど、でもそれを差し置いてもすごく今思ったより美味しいコーヒーだったので、ラテに限って言うとラテはまあもうそもそもエスプレッソに対して粉ミルクで作った牛乳を多分入れてるからだと思うんですけど、普通にめっちゃ美味しいんですよ、うん。ちょっとこういろいろ予想を今裏切られているような、そう、なんかルンゴって、はい、飲む前からちょっと正直飲みたくないなっていう気持ちがあるけど、まあ、人によってはそういうお客様もいらっしゃると思いますですけど、正直ルンゴって言われんかったら分からんぐらいクオリティ高いです。さらにその上のやつになってくると
正直もう普通に美味しいです。普通に美味しい。なるほど、まあ、だってアメリカーノも作れるわけですし、そう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 、まあ、できればアメリカーノで作りたいですよね。作りたいですね、はい、なんでまあご予算次第っていうところかなとは。一つ上のやつだといくらぐらいになる？200ぐらいしてくるんで。じゃあまあ倍ぐらいになるんですね。そうそうそう。でも処理能力も倍になる。今だいたい1杯入れるのは1分ぐらいだったんですけど、もうちょっと早いです。ちょっとちゃんと測ったことないんで分かんないですけど。なるほどなるほど。3、40秒ぐらいかな。ちょっと高くはなるけど、より味のクオリティを良くしたいっていう方はだからこれの上のランク選んでもらった方がいいしっていうことですね。そうですね、はい、で一般的に1個上のやつ、はい、A600 っていうやつが選ばれやすいですよね。なるほどなるほど。お掃除とかは日々の掃除とかあるんですか？日々の掃除はあるんですけど、クリーニングモードみたいなのがあるんですね、はい、それをボタンを押したらこの画面上にこの次こうやってくださいみたいな、はい、画面で出てくるんで、はい、今日入ったアルバイトの人がピッてやっても絵の通りにやればいいだけなんで。なるほど。全然簡単です。何分ぐらいで終わるんですか？中で自動で洗浄してくれるんで、はい、そういうのを含めたら20分ぐらいかなとは思うんですけど、実際やらなあかんのはほとんど、あ、まあ、じゃあ片付けには20分ぐらいかかるけどほとんど触らなくていい。ほとんど触らなくていい。あ、じゃあ楽ですね。まあ、最後ちょっとあの部品外して洗ったりとかはしますけど、あ、まあ、その程度。なるほどなるほど。後片付けも手間はかからず、なんか結構後片付けとか大変っていうようなイメージを持たれている方も多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、まあそこまで心配はいらないっていうことですね。コンポ初公開といいますか、一応うちでも扱ってたし、実際大手のチェーン店さんとかにも入れさせていただいている例とかも実はありまして、まあ、かなり実は弊社も今ノウハウ積んでます。いきなりこれやってるわけじゃなくて、大きなチェーン店さんとかでもまあ使っていただいて、松本が実際に現場に行って調整をしてっていうノウハウを積んで、だから今これ紹介できるフェーズになってきたんですけども、まあ、なのでもしこれまた見て全自動マシン、まあ、バリスタ一人こう雇用するぐらいならもう全自動マシン入れた方が楽だって思われる方ももちろんいらっしゃると思うので、そういった場合は本当にこういった形のマシン入れるだけである程度のクオリティのものを出せます。なので、まあ、ぜひご興味のある方は問い合わせをいただければ松本が対応すると思いますので、またお問い合わせからいただければと思います、はい、ということで今日はこんな形で全自動マシンの紹介でしたが、面白かったよとか役に立ったよと思っていただければぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。